三、はい。鳥の木からお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは農業を応援する税理士森下博さんです。税理士の森下博です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。黄色いポロシャツ、はい、料理人の休日レストランで、はい、活動の一つということで今日ポロシャツ姿でお越しいただきました。農業を応援する税理士さんってどんなお仕事なんでしょうか。今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。3つのキーワード、こちらになります。じゃん。7年かけて資格を取得、6次産業化企画推進員、在宅勤務子連れ出勤を推進。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめに税理士さんになるって結構やっぱり皆さんそれぞれね、過去侍業の方いろいろ札幌人図鑑もご出演ですけれども、はい、皆さんいろんなライフストーリーがあるんですよ、はい、税理士さんって、うん、また森下さんもちょっと面白くって、高校時代からもう本当にまあ自然が好き、動植物が好きだったんですよね、はい、高校の時はですね、うん、まあ、自然生物が好きで、それで自然とですね、農業というところに、うん、興味がいったというのがありますね、はいはい、そして大学が、はい、大学は、北大の農学部、はい、北大の農学部、理系バリバリでございます、はい、そこで、まあ、自然のこともね、はい、農業のこともたっぷり学ばれたんでしょう、はいはい、そしてどういうところに行かれたんでしょうか、はい、それで農業の役に立ちたいという思いが強かったんですけども、うん、研究職がですね、うん、なかなか現場が遠いと、うん、でこれが農業の役に立ってるのかなっていうのがちょっと、疑問に感じてまして、でよりその現場に近いですね、農家さんの役に立ってると実感できるような、うん、仕事を、うん、まあ、したいなというふうに思いまして、はい、農業の融資をするメインでですね、うん、農業の融資をする金融機関に就職をしました。金融機関に就職をしました、はい、その方がダイレクトに農家さんの役に立つと思われたんですね。はい、話を聞いてましたら、農家さんをですね回って、うん、で一緒にその事業を計画してですね、はい、でまあご融資をして、うん、で農家さんの役に立ててるというような、はい、話だったので、はい、やってみたいなっていうことで入りました。うん、そうなんですって。で金融機関に何年ぐらいいらしたんでしたっけ。はい、トータル10年10年いたんです。勤めてました。でその間に要するに税理士さんの資格を取ったってことになりますよね。はい、なんで税理士の勉強を始めたかというところなんですけども、はい、うん、農家さんを、回ってますと税務、経営、そういうのが相談できる相手がなかなかいないというような話を多く聞きました、はい、で、実際その税理士がなかなか農業っていうのは、うん、まあ、分かりにくい部分もあって、入っていない、業種ではありました、うん、で、私がその組織の力だけではなくてですね、自分の力で農家さんの役に立ちたいというような思い、うん、からですね、で現状農業の税理士が全然、まあ、入っていない、農家さんが困ってるというところで、私がそこを担いたいなということで勉強を始めました、うん、はい、銀行行きながらなんか夜間専門学校行ったそうですよね。大変でしたね、はいはい、もうね、もう夜学校行く、土日も勉強ね、そういう勉強三昧の、もう学生時代だってそんなに勉強したことはないぐらいな、ね、本当ですか、はいはい、私持ってみたでも本当それぐらい一生懸命だって、もともと理系ですもんね。そうですね、でも本当に、最初はバリバリ理系で、法律も経済も簿記なんて何のことか分かんないというようなところで始めました。なんかすごい回り道な私気がするんですけど現場、その現実、その農家さんといろいろ話をしてる時に一番必要なのがこのジャンルだと、はい、このジャンルを勉強するのが一番農家さんがもう必要としてるとの実感されて頑張ったんですね。はい、そうです。へえ、はい、まあ全く畑違い、まさに畑違いのことを始めた始めたわけなんですけども、はい、うん、ただやっぱりそういう思いがあれば何でも、うん、
好きになれる、特に、役に立ってるって実感できれば、より、やる気が湧いてくるっていう部分はありますので、はい、そのうちですね、はい、しっかりやれるようになりました、はいはい。7年かけて資格を取得、そして独立されてと、はい、独立されて何年目ぐらい？まだ1年と9ヶ月です。それなのにね、すごいご活躍をされております。そのうちの1つ、2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目こちらです。じゃん。